パッシブは通常攻撃が物理と魔法、ダメージの両方を与えます。試合開始が4分経過すると拠点に特注品が出現し、取得するとスキル2が強化され、非戦闘時に移動速度が 35% を増加します。スキル1は指定エリアに爆弾を発射し、範囲内の敵にダメージと当たった対象の視界を獲得します。こんな感じで茂みチェックにも活用できます。スキル2は指定方向へ移動し、通過したエリアを発火させ、エリアの上にいる敵に持続ダメージを与えます。このスキルは壁抜けスキルとしても活用することができます。また特注品を獲得するとこんな感じで射程が広くなり、ルート上の敵をノックバックさせます。スキル2を使用している最中フラッシュをすることもできるようになっています。スキル3は使用するとガトリングを発射し、毎秒ダメージと当たった対象の防御力を下げます。スキル4は指定方向へミサイルを発射し、当たった対象にダメージを与えます。スタック式になっており、弾数は最大で6、3発ごとに強化ミサイルが出ます。また判定は複数にあります。今回はワイルドリフトの先日修正された後期を使ったミッドレーンでの運用をリプレイでご紹介していこうかと思います。まあ、こちらは私がプレイしているものではなく、まあ、一緒にやっていたパーティーの方のリプレイを使っているような形になっています。一応私がトップでナサス、ミッドが知り合いの方と、ボットのアリスターが知り合いで3パーですね。MA プラ隊の試合だった気がしますね。まあ、後期に関してはスキル2じゃなくてスキル1、スキル3、必殺技のスキル4という形で3種類のスキルが強化されて非常に強力になっているような状況ですし、スキル3の防御の低下率が2倍になっているというところから、まあ中盤から終盤にかけてはかなり物理防御、魔法防御を減らすことができるので、かなり強力、かなり言ってますが強力ですね。合わせてまあダメージが魔法にも置換されますので、物理耐性のみだけだとまあちょっと耐えることができないというような感じにもなっています。ただまあ最近やはりキャラ構成的に結構魔法過多な構成になることもたびたびありましたので、まあそういうところから後期どうなのかなというところでしたが、まあ懸念がそこそこの弱体化を食らいつつ、まあ依然として高いピック率を誇ってますが、まあいいハイブリッドな感じになるのかなって感じがしますね。まあ、ただ装備に関してはやはりマナーバシバシ積むので、まあマナ胸初手からのトリニティフォース、インフィニティエッジというような組み方をするのが一般的なのかなという気がしますが、まあ人によりけりなんですかね。私はあんまりマナ胸必要性感じなかったんですが、まあやっぱりウルトスキル4ですねをバシバシ使いながらダメージトレードしていくと、やっぱり集団戦の時にマナ不足に陥りやすいのかなという気もします。まあ、後期の使い方の大切になってくる部分としては、やっぱり主に特注品が落ちてくる時間帯から特注品を使ったスキル2のコンボですねをしっかりと決めきれにいくことができるかどうかで大幅な DPS 変わってくると思いますし、合わせてまあスキル2を使った敵をノックバックさせた上での挙動ってのもめちゃくちゃ大切になりますので、まあそういうところをできるようにしておくと、グッとキルライン広がったりとか逃げ切ることができるような感じになると思います。今回敵のカミールジャングルオラフがトップという形で、今だと本当にオラフかなり評価されてピック率上がっているような状況になりますので、まあ当面またオラフ対策のためにしっかりと回復の阻害を積むというところは覚えておくといいと思います。まあ特に懸念だったりとか、まあ CC が多いキャラクターが増えてきましたので、まあそれに対応するためにまあオラフが出てくると。でオラフの場合だと本当に本来 CC 持ってて、それで自前で逃げ切ることができるようなキャラクターに対してはもう本当にひたすら突っ走るだけでなんとかすることができるようになりますので、まあ、それがかなり厳しいですね。で、まあ、カミールジャングルの唯一と言っていい点の一つが、今のウルトインからの、まあ、CC チェインされると、まあ、誰も逃げれなくなるというところは非常に素晴らしいと思いますね。あとは何ですかね。まあどうだろうな、まあ、こんな感じで序盤から、相手の物防がっつり減りましたからね。今あんな感じで3スキ絡めながら戦うとめちゃくちゃ、いいダメージが出せるようになるので、なるべく3の、物理防御低下を与えつつの戦うっていうのを心がけると本当にダメージ出るようになると思います。まあ、ただその割と広いように見えて、なんて言うんでしょう、3スキの射程が短いので、マックスマンと対してのダメージトレードをすると今みたいな形で普通にダメトレされますので、まあ、意外となんか遠距離の敵に対しては
まあ、3スキー活かしながら戦うっていうのはちょっと難しいかもしれないですね。でこういう時も必ず特注品を拾ってからレーンに復帰します。なので、まあ、レーンの、リコールの目安の一つとしては特注品が落ちてくるタイミングで特注品を拾いながらレーンに復帰しつつ2スキーを絡めて飛ばして戦うと、2スキーして、バシバシして逃げた敵に対してもう一回2スキーで追うという、これが基本的なコンボになりますね。これ本当に強いですから、まあ特注品は要注意。ただこれ時間経過で特注品の効果がですね、増加の移動速度増加だったりとか2スキーの強化消えちゃいますので、そこは要注意ですね。あとはまあリディムエンチャントが、あとはロケットかな、が共に、重ねがけの時に弱体化されましたが、依然として共に強いですから、まあまあ作っていくような状況は変わらないと思いますね。で今回味方にいたジンクスも普通にうまくて、遠距離から綺麗にウルト、今もミッドシーンでウルトから入れてくれましたが、まあ、あんな感じでジンクス使うんであれば、やはりしっかりとマップを見た上で、まあ、マップを回して死にそうなところにウルトを打つっていうのは大切になりますね。まあ、ここもまさっき言った通り特注品を拾う、2スキでレーン復帰する、パシパシする、逃げた敵にもう一回2で追うと、このコンボが本当に強いので、レーン復帰でコーキーがいる場合はこれ追いつかんよなみたいな位置でも意外と2、2のフラッシュで追いついてきますので、マジで要注意ですね。でかつ育ってるコーキーほんまに痛いので逃げ切れないですし、まあ、取り砲持ってたらまあ無理だと思いますね。なんで装備の相性取り砲とはめちゃくちゃいいと思います。まあ、マナムネは賛否両論あるので、まあ、マナきつい方は作ってもいいかもしれないですけど、私はなんかそこまで気にならなかったですね。まあ、やっぱりその遠距離なので3スキー生かすためにも、近づかなくていいと思いきや割と近づかないと当たらないってさっきから言ってる通り、なんでそういうところから2スキーのブリンクインからの3みたいな入り方になりますので、ただ狙われたらめちゃくちゃペライですから、そういった間合い、まあ、敵のスキルこいつ大丈夫かなっていうのを見て、あの無謀なインじゃなくて、まあ、あのダメージトレードの勝てるビジョンを持った上で突っ込むっていうところが大切になるので、まあ誰が使ってもオールインしとけばいいですよっていうキャラクターではないですから、まあ、そこはちょっとしっかりと、理解した上でとりあえずオールインするのはやめた方がいいですね。まあ、あの今しれっと壁に対してスキルに擦っちゃったんですけど、割とこのスキルにも擦りますので、際どいなみたいな位置のところのブリンクは注意しないといけないですね。結構意外とあの距離ありそうに見えるんですが、強化前の状況だと普通に擦ります。逆に強化後は飛びすぎなところが、要するに最長射程まで飛んでっちゃいますので、行きすぎるのは逆に注意した方がいいですね。なのでまあ後インで、こちょこちょするあたりが、でまあノックバック絡めて敵を倒していくような感じでええと思いますが、まあ、無理はしないように、まあ、後ろから、距離を取ってたかたか殴りつつ、ポコ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 やっていくような感じでいいと思います。まあ、あとはしっかりと通常攻撃を入れるっていうのが非常に大切になるので、まあ、1スキー打ちつつ、まあ、ウルト、ただまあウルトもね、割とこのキャラのウルトも当たらんですね。懸念の1スキーと同じような匂いがするので、私はそういったところからちょっと嫌でしたね。まあ、ここもね、しっかりと、荷物ですね、荷物じゃない、特注品のノックバックをオラフに入れながら戦うと。で 今ね、普通に、フォーチュン触れそうな位置だったんですが、カミールのウルトを警戒してブリンクで抜けましたね。まあ、こういったような形でやべえなって思った時に、まあ、そのすぐにやべえっていうところの状況判断は非常に大切になりますので、まあ、そういうところは、まあ、なんかカミールに捕まれたら死ぬっていうのを分かった上で逃げるというところ、まあここも経験かもしれないですけど、カミールはやばいですね本当に、キャッチされたら終わりますので、まあ、カミールがいるときは、まあ、そういうのも含めて、ステーシスを早めに作るんですね。マークスマンだったりとかメイジは大事になります。ここもねジンクス遅れて登場ですが、こんな感じでウルトをしっかりと集団戦の時に入れて、まあ、ちょっと今アシストにならなかったですけど、アシスト絡めるとジンクスマジで強いですから、まあ、ここからジンクスタイムですね。後ろから持ってパシ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 という感じで戦っていくとジンクスは本当にぶっ壊れますね。ここでクワドラキルからで、ペンタキルにナルツという感じで、以上後期の動画でした。多分これプッシュして終わると思いますね。まあ一応最後に装備は載せておきますが、特にマナムネ必須というような感じはしないので、まあ、使いやすいような感じだと思いますが、トリニティフォースはいいは必須だと思います。でやっぱり攻撃もね、オムニバンクで両方回復できますので、靴は、赤エンチャントが安定的だと思います。以上、後期を使ったミッドレーンの動画でした。よければチャンネル登録よろしくお願いします。